久保光代と沖ゆり子の G アップスプラウト。この番組はチャンネル銀河、MTB、ネイルミュージアム、他の提供でお送りいたします。 G アップスプラウトはラジオは FM サルース、FM 品川、テレビはイツコムチャンネル10で同時に生放送中です。皆さんこんばんは。スプラウトメンバーでお送りする G アップスプラウト、今夜はセントフォーススプラウトの久保光代と沖ゆり子でお送りいたします。ゆり子ちゃん、番組初出演おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう。ゆり子ちゃんとは私少し前にね、昨日ねスクールでカレッジでお会いしていたので、そうなんですよ、ちょっとしなんか距離が縮まったような気がしてます、はい、俺呼ばれてないんだけど。あれ呼ばれないですカレッジ生じゃないです。はい、はい、失礼しました。はい、はい、早速ゆり子ちゃんのことが知りたいので30秒 PR をお願いします。はい、準備はいいですか？バッチリです。では行きますよ。30秒 PR スタート。こんばんは。 G アップスプラウト初出演の沖ゆり子です。はい、私は水泳部のマネージャーをしていて、朝練がある日は朝の4時半に起きるんです。早い。アルバイトもしていて、アルバイトの時はおカフェのアルバイトで開店準備をしているので、うんうん、朝の5時に起きるんです。早いね。はい、アルバイトと部活の経験から私は早起きが得意になりました。今日はいつも早起きの私ですが、今日の夜の放送に向けてたっぷり寝てパワーいっぱいで お送りします。お、すいません、めっちゃ言い切った。いいよ、大丈夫。いいね、元気がね、うん、ね、ありがとうございます。今日ね、焼肉食べただけありますから、本当だよ ね、はい、食べてきたんだよね、今日ね、みなぎっております、ね。はい、一緒に頑張ってお届けしていきましょう。お願いします。ではもっともっとゆり子ちゃんのことが知りたいので、うん、私が10個の質問をします。はい、テンポよく答えていきましょう。はい、では準備いいですか？はい、では質問スタート。出身地は？東京都です。趣味特技は？バイオリンを弾くこと。特技はタイピングです。お、尊敬する人は？徳川家康です。好きなアーティストは？乃木坂46さんと K-POP です。得意な早口言葉は？隣の客はよく書き食う客だ。おお、私久保光代の第一印象は？光代さんはもう初めて会った時からキラキラしたオーラが見えました。ありがとう。自分のことを一言で言うと？好奇心旺盛な器用貧乏人間です。好きな映画ドラマは？映画ザ・ファースト・スラムダンクが好きです。いや、自分を野菜に例えると？スイカです。お、将来の夢は？皆さんの毎日をちょっと楽しくできるアナウンサーになりたいです。ところどころ気になる質問があったんですけど、まずは尊敬する人、徳川家康。なるほどね。歴史好きなのかなって思ったんだけど。歴史好きなんです。戦国武将が大好きで、うんうんうん、はい、その中でもなんで徳川家康なの？やっぱりこう最初はこう恵まれないことが多かったと思うんですけども、うん、我慢の人というか、で最終的にはこう江戸幕府を開いてるっていう、こうすごい憧れますね。わあ、かっこいいね、憧れる人が。じゃあね、沖幕府もそろそろ開きたい。あ、沖幕府いいですね。私も入りたい。私も入りたいということでございますがね、まだなんか気になるところありますよね。あの、自分を野菜に例えるとスイカ。うん、はい。スイカ。私実は結構、うん、みんなからはこうおとなしそうとかあんまり喋らなそうって言われることが多いんですけど、実は中身は情熱的な技なので、はい、スイカに中の赤さが隠れてるんだ。はい、はい、そうです。なるほどね。確かに可愛さもあるんですけど、徳川家康を尊敬しているところからも、はい、そういう情熱みたいなのは感じますよね。ね、そうだね。ありがとうございます。なんかね、あれじゃ、小さい時にやっぱ電気の本をよく読んでたっていう話だよね。電気本っていうんですよ。この歴史上の人物が好きで、要はあるじゃないですか、ね、漫画徳川家康とかナポレオンとか、ね、うん、あるじゃないですか。ああいうのもやっぱ読んでたんですか、やっぱ小さい頃は。あ、本当に読んでました、うん、それくらい好きなんだ。本の虫でした。本の虫。そうなんだね。そうなんだ。
いやすごいですね。もう一ついいですか、はい、どうぞ。自分のことを一言で言うと、うん、好奇心旺盛な器用貧乏人間、うん、初めて聞いたので、私はすごく興味があるものが多くて、うん、好奇心が旺盛なんですけど、うん、その分いろんなことに手を出しすぎて、うん、こう何か一つ飛び出てるものはあんまりないなっていう自分で思ってるので、うん、器用貧乏だなって、うん、でもバイオリンできるんだよね。でもそんなにちょっとです、ちょっとです、はい、いやでもね、実は2人の共通点があるんですよ。弓道あらをやってらっしゃったんです。私は部活で本当にちょっとなんですけど、私もだよ、部活でちょっとだけだけど嬉しい。そんなにねスパスパ的には当たらないんですけど、 でも形はね綺麗にね、はい、形だけは、はい、形が大事なので弓道は、ね、はい、でまだね共通点あるんですね。やっぱり先ほどちょっとありました、セントフォースカレッジに、うん、お二人でもね通われてて、そうですね、しかもあれですよ、カレッジ生からスプラウトメンバーになった、うんね、これ共通ですよお二人。そうなんですよね。どうですかこのカレッジ生からスプラウトメンバーになるっていうこの感覚。そうですね、うん、でも、まあ、実際アナウンサーみたいなもの、うん、職業を、うん、まあ、スクールというかカレッジで勉強してから、うん、その、まあ、スプラウトに入ることで、うんうん、実践、より実践をすることができるところはすごいいいなって思います、うん、なるほど。学んだことがすぐ活かせる場っていうのはいい、ね、そうそうないなって思います ね、うん、なるほどね。やっぱこれからね、逆に言ったら沖さん入った場合先月、うん、はい、はい、これ入所されておめでとうございます。ありがとうございます、ねね、入所ということですけど、うんうん、今の、ね、先輩の言葉聞いてね、どうですか、いろんなこれからいろんなことできるのは楽しみなんじゃないですか、うん、本当だね、はい、うん、もうすごい可能性に胸を膨らませています、うん、なるほどね、いろんなことに挑戦してほしいです ね、 ですね、やっぱさっきね、頑張ります。第一印象で久保光代さんのことを第一印象キラキラしてる、キラキラしてるっていうからね、いやー嬉しい、ね、やっぱりね光代ですから、あーそっち、っ、ね、そっち行きますか、キラキラしてますからね名前が光ってますから、ね、はい、ありがとうございます、はい、ではここでセントフォースカレッジ青山事務局長よりゆり子ちゃんに応援メッセージが届いております。嬉しい、では私から伝えていきたいと思います。はい、ゆり子ちゃん初出演おめでとう、うん、慎重な性格で石橋を叩いて叩いて叩き割る勢いのゆり子ちゃんだけど、今日は思いっきり弾けて楽しい放送を届けてくださいね、うん、頼りになる久保先輩と一緒だから大丈夫。その通りですね、ありがとうございます。私まで励まされました。あ、本当ですか、青、はい、山さんのお言葉に、はい、はい、いいですね。でもどうですかこのね、うんうん、あのまあ、お礼をね、あのお伝えね、はい、本当にそうだね、ありがとうございます。いつもねこうやってレッスンしていただいてね、うん、本当に嬉しいね、ここまで応援してくれるなんてね、はい、はい、どうですかこのセントフォースカレッジ、あの今沖さんは通われてて、うんうん、こんなところがいいなみたいなのあります、なんか、うん、そうですね、やっぱりこう私一人をちゃんと個人個人をちゃんと見てくれていて、うん、その子に合ったこう教え方をしてくださっているので、すごいこう日々学びをいただいています、うん、一人一人に時間をかけてくださるところが、ね、そうなんです、いいよね。なるほどね、でもそうだよね、一人一人見るのにやっぱ一気に多く見るってことはできないですから、うん、そうですね、やっぱそこはね、うん、やっぱ青山先生のいろんなこうね、お力を借りて、お力借りながらやって、いやいいですね、そういったねいろんなとこ見ていただけるということでね、人間的にも成長できるとこだと思います、うん、はいはい、じゃあゆり子ちゃん通っているセントフォースカレッジがどんなところか紹介してもらえますか。はい、セントフォースカレッジはセントフォース直営のアナウンススクールです。最大6名の超少人数のクラスだから、最短3ヶ月で驚くほどアナウンサーに近づきます、うんうんうん、これまで文字通り北は北海道から南は沖縄まで多くの生徒がアナウンサーになりました。本当だね。そして今年度もたくさんの内定報告が届いていて、セントフォースカレッジの生徒たちは絶好調です。アナウンサー試験のエントリーシート通過率は 10% 未満と言われますが、うんうんうん、セントフォースカレッジの生徒の通過率は8割を超えています。これは少人数制で一人一人にとことん向き合うセントフォースカレッジならではの成果です、うんうん、現在全コース満席となっていますが、3月下旬に2日間の短期集中コースを予定しております、はい、募集開始はホームページとインスタグラムでお知らせします。キー局インターンに向けての最後のチャンスです。アナウンサーを目指す皆さん、セントフォースカレッジで夢をぐっと引き寄せましょう。はい、
ありがとうございます。本当そうですね。本当にいや、ね、本当思いますよ、うん、そうやってね、あのセントフォースカイチさん、私もね、あカイチさんにね、あの触れ置きが多くなってきまして、そうですね、はい、エントリーシートもね、まあ、そうね、そうなんですけど、まあ、いろんなね、あのそういうのありまして、はい、見ますけど、みんなねパワフルですし、あとね僕思って今アナウンススクールだっていうことなんだけど、はい、青山先生あの骨格診断士のね、あのそうなんですよね、持ってて、あと思うんですね、あとね一人一人のメイクの仕方、はい、これねポイントですよ、はい、本当にね、あの皆さんに合った、うん、顔に合ったねメイクの仕方一つ一つで、ね、すごいです、うん、僕見ててもね、あ見ててたその開智先生を見てても、はい、あ教わってこうなったんだっていうのが分かるんで、そういったところもね、いや、あのいいと思います、うん、特にね、あの、スプラウトからカレッジに通われる方もいますから、はい、そういった方見てみるとね、メイクの編成が分かるわけですよ、はい、そういったところを見るとあなるほどこういったところなんだなと、ちょっとずつ成長して、ね、成長してるということで、はい、いやとても素晴らしいなと、私も青山さんの教えを受けたいなと、はい、毎回思っております。話し方の勉強にもなりますからね、そうですね、アナウンサーだけじゃなくても、うん、まあ、話し方を勉強したいっていう普通の就活生とか、ね、もういいかもしれないですね、はい、はい、ね、いいのかもしれないです。ね、いやでもとてもね素晴らしい、あの僕はスクールだと思いますので、興味ある方ぜひね、ぜひ、あの意外とあのこれですよ、アナウンサー志望の方、うん、G アップスプラウト見てますから、あ見てる聞いたりしてますから、嬉しいですね、はい、そういう声をよく聞きます、うんうんうん、大学生の方から、そうですね、はい、G アップスプラウトいつも、うん、あの拝見させて拝聴させていただいてますと、うんうん、学生さんがよく聞き、あの聞きますので声を、私もカレッジ生になる前見てました。あ本当ですか、はい、ありがとうございます。そういうのがありますんでね、はい、ぜひ皆さんこの2日間ですけどもね、これ2日間がねすごい貴重な経験だと思いますので、本当に大きく、ね、私も参加したものだったので、そうですよね、ぜひ皆さんホームページとインスタグラムチェックしましょう、はい、チェックしてみてください、うん、はい、はい、というわけで、はい、なんか最近あれですよね、みーちゃん、はい、3月どっか行くんですか、あ今月ですか、今月、うん、5日からタイと、うんうん、その後直後にトルコに、おおいいです、ね、遊びに行ってきます。羨ましいですね、はい、もう卒業、一応大学4年生でもあるので、うん、大学院1年生には所属してるんですけど、卒業旅行も兼ねて、うん、ちょっと遠出してみようかなと思いまして、うん、なるほどね、はい、いいですね、タイとトルコを選びました。タイとトルコ、なんかトルココーヒーってなんか流行ってなかった、ね、あります、あります、あの熱々のやつですね、熱々のね、あるけど、ね、はい、そういうのとも本場の飲めるといい ね、はい、ね、トルコアイスも、トルコアイスもいいね、有名なので、はい、いいですね、ちょっと遊ばれてきたいなと思います。いいですね、はい、じゃあそんなねあれですよね、沖さんは、うんうん、ね、あのコーヒーじゃなくてね、そうね、紅茶にハマってるんですよね。そうなんです、うん、実は私は大の甘党なんですけど、そうなんだ、はい、このテスト期間中の試験勉強のお供に、うんうん、甘すぎないこう紅茶ってがすごい一番勉強のお供にはいいんじゃないかってことに気づいて、いろんな紅茶のフレーバーを試してみたんですけど、何が一番良かった？その中でもインド原産のアッサムっていう紅茶がありました。アッサム、はいはいはい、アッサムね、はい、アッサムという紅茶、はい、いいですね、すごい結構まろやかで深みがあるんですけど、すごいミルクティーにも合う紅茶になっていて、はい、美味しいので皆さんいいです、ね、ぜひ、ね、試してみてください。確かにミルク入れて美味しそうです ね、 ね、やっぱねちょっとね今日なんかちょっと寒かったですから、うん、こんな時期にあったかいもの飲んだりとか ね、 ね、あったかい食べ物とかね、確かにこう飲むといいかもしれないです。紅茶が特に温まりますからね、本当に心から温まりますし ね、 いいすね、香りもいいですからね。いやそう、香りを楽しむっていうねちょっと大人な趣味じゃないですか、うん、そうする本当ですね、ありがとうございます。素敵な趣味を、ね、持ってて羨ましいでございますね、はい、はい、で今夜の、ね、はい、選曲テーマは何ですか、みっちゃん。はい、今夜の選曲は初出演のゆりこちゃんにちなんで、うんうん、フレッシュをテーマに私たちが選曲しました。いいですね、マイプレゼンテーションもフレッシュです、うんうん、いいね。さらにサイコロトークや新コーナー G アップウェザーと盛りだくさんな内容です。今夜もイツコムスタジオ多摩プラザからお届けします。それではオープニングナンバー平井大でスロー&イージーをお聞きください。
私久保光代が選曲しました。平井大でスロー&イージーでした。今夜も始まりました G アップスプラウト。毎週私たちスプラウトメンバーがアナウンサーとしてのスキルアップを目指して様々なコーナーにチャレンジしていくバラエティあふれる番組です。ファッション、フード、朗読劇、カルチャーなどを紹介、週替わりのテーマに沿って私たちがプレゼンします。この番組はラジオは FM サルース、FM 品川、テレビはイッツコムチャンネル10で生放送、YouTube ライブ、JCBA インターネットサイマルラジオでもリアルタイムで配信中です。またスマホアプリの FM プラプラでもお聞きいただけます。G アップスプラウトでは皆様からのメッセージをお待ちしております。E メールは msg@gup.info、msg@gup.info。または X にポストされている G アップスプラウトの専用メッセージフォームからもお待ちしております。さらにリアルタイムでコメントしたい場合は YouTube ライブのコメント欄または X でハッシュタグ G アップスプラウトをつけてポストをお願いします。はい、ここでリスナーの皆さんからたくさんのメッセージをいただいております。ありがとうございます。それではまず私からいきますね。お願いします。ラジオネーム哲也さん、ありがとうございます。5代目ミスパイソン三代姉さん、初登場沖さん、スタッフの皆様こんばんは。こんばんは。春は G アップスプラートでも卒業や新メンバーのデビューなどいろいろありますが、お二人が春を感じるものだったり言葉だったり何かありますか？なるほどね。ゆりこちゃん、はい、私は人造魚の香りを嗅ぐと春が来たなって感じます。あ、素敵な言葉。なるほどね、うん、ピンクのちっちゃいお花で。そうだね、香りが結構強いイメージがあるね。そうですね、本当にいい香りが。いい香りだよね、うん、そうだよね、はい、どうですかみっちゃんは。私はいちごに目がなくてですね、うん、あ、そうですね、いちごのパフェを巡ると、うん、あ、やっぱりもう春が来たな、一瞬で終わってしまう春が来たなって思います。そうですね、僕はちなみにパン祭りが始まると、あ、パン祭り春が来たなと思いますね。確かに春のイメージありますね。はい、じゃあ続いていきましょうか。はい、ラジオネーム小堀りよぎさん、はい、ありがとうございます。ございます。いつもお世話になっております、はい、毎週月曜日のヤング日経では大変お世話になっております。ありがとうございます。多方面のご活躍感服いたします。引き続き応援しております。ありがとうございます。完全に関係者ですよね。関係者ですかね。いや、いいですね。ヤング日経で毎週月曜日ね、はい、担当しております。そうなんです。ボイシーですね。ボイシーですね。ボイシーでやっておりますので、はい、ぜひね、皆さんね、一緒に経済を勉強しましょう、ね、経済を勉強してくださいね、はい、本当にね。いや、いいですね、はい、ここで今ね宣伝したんで、ヤング日経の方ね、うん、G アップスプラートも宣伝しましょう。宣伝してきます。宣伝してください、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、続いて、はい、ラジオネームゆりちゃん応援団さん、ありがとうございます。昔から頑張り屋で負けず嫌いのゆり子が今頑張っている姿を見て本当に感化されています。ありきたりだけどずっと応援してるし味方だよ、ファイト、ということで。嬉しい、嬉しいね。嬉しい、本当に。わかる、俺もね、あれですよ、スプラートメンバーが、はい、まあ、アナウンサーだっていろんな就職するじゃないですか、うんうんうん、アナウンサー以外にもね、はい、会社員です。やっぱ頑張ってる姿見ると俺も頑張んなきゃって思いますね。そ、世代がね二回りも違うので俺も頑張んなきゃって、ね、いや本当に、いや、ね、記憶力は若いですから、ね、そうですね、はいはい、ありがとうございます。じゃあ続いていきましょう。はい、ラジオネーム若宮さん、5代目ミスパイソンを受賞の久保光代さん、初出演の沖ゆり子さん、天の声パイソンさん、こんばんは。こんばんは。初登場沖ゆり子さん、おめでとうございます。ありがとうございます。明日はひな祭りですね、うんうん、ひな祭りの思い出はありますか？どうですか？私は実家でいつも母が、うん、私がまあ上京しているのにもかかわらず、うんうん、いつもあのひな人形を飾ってくれていて、うん、その写真を送ってくれるのがなんか、あ、ひな祭りだなって実感する瞬間です ね、 ね、やっぱひな祭りね、やっぱ、うん、あの女性のいる家庭だと、ね、そうですね、多いけどね、うん、どうですか、はい、そうですね、私も、うん、私がもらったひな人形はもうすごくちっちゃいミニチュアのなんですけど、うんうん、もう全員いるんですよ、うんうん、あ、すごい、いいね、すごいたくさんで、多分並べるのも大変なんですけど、うん、毎年母がちゃんと並べてくれてるのを見ると愛を感じます、うん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 、いいですね。
はい、じゃ続いていきましょうか、はい、ラジオネーム、うん、グレコの息子さん、はい、ありがとうございます。光代さん、ゆり子さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。お二人とも古風な名前ですが、自分にキラキラネームをつけるとしたらどんな名前がいいですか、はい、ちなみに私は輝きと書いてテルと読ませるのではなくキラキラという名前にしたいです。すごい、なるほど、ね、キラキラネームですね。キラキラネームですね。私は、まあ、グレコの息子さんにちょっとあやかって、うんうん、まあ、三つ代なのでピカヨとパイソンさんに呼ばれております。そうね、でもあの元祖キラキラネームって呼ばれてるから。そうなの、はい、三つ代のね、光るっていうのはね、キラキラネームでしょ。そうですね、元祖キラキラネーム、元祖キラキラネームでピカヨと勝手に呼ばれております。うん、 ピカヨと、なるほどね、ピカチュウみたいな、可愛いじゃん。可愛いですよね、はい、黄色くしてね、黄色くやだやだ。じゃあ、はい、ちょっと続いていきましょうか、はい、あ、どうですか、ゆりこちゃん。私は自分の名前にユリがついているので、うん、やっぱ花の名前がいいんですけど、そうだね、ちょっとキラキラネームといったらひまわりとかアジサイとか3文字っていいなと思います。キラキラネームだね、いいね、ひまわりと書いてみたいなね、はい、ひまわりと書いて何かなみたいな、ひまわりとみたいな、ひまわりと書いて太陽とかね、太陽な、おなんかぽいですね、ぽいです。いや全然ないです。すいません、適当なキラキラネームでした。いや、いいですよ、とても良かったです。はい、はい、たくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。それでは早速早口言葉にチャレンジする G アップツイスター、今夜はリスナーさんのガールガールガールさん、ガールガールガールさんが作った早口言葉です、うん、なるほど、楽しみですね。ゆりこちゃん、早口言葉どうですか、得意ですか。実は結構自信があります。おすごい、すごいな、楽しみですね、じゃあ今夜も頑張って成功させていきましょう、はい、では私がまず今週の早口言葉をゆっくり読んでみます、はい、お願いします。すもももももも、もものうち、もももすもももも、もものうち、ちょっと難しいかな、ももが多いですね、ちょっと難しいよね、難しいかな、今日難しいですね。いいじゃないですかね、やっぱね、もものせっくうでございますから、ね、はい、ひな祭りにちなんで、いいですね。では まず私から行くので、ゆりこちゃん一緒にリズムに乗って頑張りましょう。はい、頑張ります。いいですか、はい、ミュージックスタート。いやー、初の早口言葉ね、うん、どうですか、難しそう、難しそう、本当にもが多いです、もが多い、もが多い、じゃあね、あのみっちゃんもね、フレッシュな気持ちになって、はい、フレッシュな気持ちで初出演になった時のね、そうですね、気持ちを思い出して、山本梨沙さんと一緒に出演した時の、はい、あの気持ちを思い出してください、はい、すもももももも、もものうち、もももすもももも、もものうち、おお、言えたね、よかった。じゃあ続いて、はい、ね、ゆりかちゃん頑張って、はい、はい、頑張ります。すもももももも、もものうち、もももすもももも、もものうち、おーおー、できた。今日は2人でできました。完走、ね、ね、しましたね、うん、いや、いいですね、こうやってね、うん、こうやって成功して、成功してもう幸せな気分です。はい、ありがとうございます。2人が成長したということでね、はい、はい、ありがとうございます。ここでゆりこちゃん、リスナーの皆さんにお知らせがあるんですよね。はい、皆さんにお知らせです、はい、私たちに言ってほしい早口言葉を募集します、うん、詳しくは G アップスプラウトの X をチェックしてくださいね、うん、採用された方は今月出演者の写真が入った番組特製のジンをプレゼントします、はい、ふるってご参加ください。はい、お願いします。じゃあ今の早口言葉でウォーミングアップができたので、このままマイプレゼンテーションに行きましょう、はい、今夜のマイプレゼンテーションはフレッシュ。今回はフレッシュなゆりこちゃんの初出演、そこでプレゼンテーマはフレッシュです。新鮮な気持ちになったことやフレッシュなものを食べたことなど、解釈は自由にリスナーの皆さんへプレゼンします。確かにね、これフレッシュってもいろんなね、うん、意味もありますから、いろんな言葉で取れますからね、いろんな、逆にこのセンスが問われる あれかもしれないですよ。ちょっとプレッシャーです。プレッシャーですね。急にかけられましたね。どうぞどうぞ。ではゆりこちゃんのプレゼンからお願いしていいですか。はい、私沖ゆり子のフレッシュはこちら。初めてのゴルフ。私はこの間人生で初めてゴルフのラウンドに行きました、うん、いいですね、おめでとうございます。芝生がグリーンだからフレッシュだね。あ、確かにそれもフレッシュですね、うん、
ね。もう朝の5時に母から叩き起こされて、朝の5時、はい、朝の5時から早起きが得意な私でもつい眠い目をこすりながら、会いに行ったんですか、早く5時から次に早く歩くためにみたいな。じゃないです、車で行ったんですね。車で行きました。なるほどね、車で行って、はい、ゴルフ場に行ったんですけど、うん、もう目に飛び込んできたのはもう一面の緑に、そうだよね、フレッシュな気持ちになって、うんね、私はもうまずゴルフ場の空気がすごく美味しくて、うんうん、もう澄んだ空気を胸いっぱいに吸い込んで、なるほど、はい、ご飯何杯ぐらい食べました、そのあれそういうことじゃなくて、ね、すごい牧草の匂いがしそうですね。あ、なんかいいな、ご飯3杯いけるなとか、そういうことじゃなくて、そういうことじゃなくて、ね、すごいフレッシュな気持ちにまずなったんですけど、うん、そしてゴルフいざやってみると、うん、もう打ちっぱなしはレッスンとは違って、うん、もう大自然の中にこう思いっきりスイングして、うわ気持ちいいよね、振りかぶってボールを飛ばすということがすごく快感だなっていうことに気づいてしまって、うん、はい、もう自然に触れ合えたのと初めてのゴルフがすごくフレッシュな体験でした。いいね、いやいいですよ、だって最近ですよ、あのセントフォースではね、あのセントフォースゴルフ部って言って、ね、ありますね、 YouTube のチャンネルもやってますから、うん、はい、そこだとね、あのカミンちゃん、カミラさやかちゃんが、一緒にやってね、ビリアナとか言ってね、一番下手なそのアナウンサーで一番下手なゴルフの下手な子っていうことで、この間コースデビューした、同じよ、大木さんもそういう意味では、どうですか、こうあのやっぱ外でこう運動するっていうのは、うんうん、18番ホール全部回ったってことですよね、はい、全部回ったんですけど、どんぐらいかかるんですか、大体どれくらいですか、朝から始まって、お昼を挟むと、はい、本当に8時から始めても、うん、もう終わるのは13時とかになる、結構だよ、かかりました、すごいですね、でその後ね、なんかお風呂入ったりとかするのは楽しみ、そうですね、気持ちいいですよね、すっきりして帰れるのが、そうゴルフ場に言うとね、なんか食事が美味しかったりとかするんですよね、なんか運動した後っていうのもいいですよね、うん、いいですよね、で朝早くに行くとどうですか、こう練習してる人いません、ゴルフ場で、うんうん、あの結構あのねバンカーとかね、はい、あってね、練習するとこあってね、うんうん、そういうとこあったりとかして、どうですか、このスコア的にはどうだったんですか、お、どうですか、スコアはちょっと放送に載せられない、うん、ような初めてですからね、初めてなので、初めてですから、うん、はい、これから成長、これからもっともっと練習して上手くなろうと思います、お母さんと一緒にね、そうね、行くっていうのもありますしね、うんうん、いやね、そういういいですね、新鮮な気持ちになって、初めてやったこういうことをしたっていうのは、うんうん、とてもいいですね、本当にゴルフって楽しいですもんね、楽しいです、いやね、こういいね、フレッシュなプレゼン聞けましたね、はい、ありがとうございます、はい、はい、では、はい、じゃあ次、私は、はい、じゃあみっちゃん行きますか、いいですか、はい、私久保光代のフレッシュはこちら、うん、入学試験、はい、私入学試験と聞いて皆さん何の試験だろうって思われると思うんですけど、確かに入学試験って何、はい、だって入学してるじゃん、もうしてるんですが、うん、先日大学院2年生の進級試験がありまして、うん、私大学在籍は大学4年生なんですよ今ですね、はい、4年生に在籍しながら院1年生の勉強している状況なんですね、うん、なので大学院に在籍はしていなくて、そういうことなの、進級試験に合格したところで、うん、しっかりと、まあ、大学院の学生証がいただけるんですね、おーすごい、なので久しぶりに入試というものを経験しまして、皆さんがなんか、まあ、皆さんも経験したことがあるとは思うんですが、いつもの教室がちょっとピリつくと言いますか、ね、ちょっとなんか緊張感、背筋が伸びるような空気の中、うん、面接をして、なんとか、まあ、合格はしたんですが、おめでとうございます合格が来るまでの1週間、うんうん、ドキドキハラハラというか、うん、まあ、ほとんどの人が進学できる試験ではあるんですけど、うん、ちょっと不安になる気分とか、そういうのがなんか大学入試の時もそうだったなとか、うん、この試験場で受けていたんだな私高校生の時って思い出しまして、うん、なるほどね、フレッシュな気持ちになりました、なるほど、青学の、はい、ね、青学の大学院2年生に4月から進学します、ありがとうございます、あのね、潮の経済学を今ね、はい、学んで大学院でもやってらっしゃるということでございますかね、はい、これからも頑張らないといけないですね、卒論もあるんですよね、卒論は書き上げて修論があるんです、修論ですね、そうだ大学院だから、はい、修論が待ってるんです、じゃあちなみに言うと、あの大学院先輩だと、あのマネージャーの岡田さんです、そうですね、岡田マネージャーさんは8万字書いたって言ってましたからね、そうですよね、8万字ってすごいですよ、なかなかないですよ、卒論で2万字だったので、うん、それの4倍と考えると、
もう考えたくないので一回忘れてトルコに行ってきます。なるほどね、はい、でもう塩のことじゃなくて砂糖のこと書いたらそれもいいなんですよねソルトとねシュガー&ソルトで、ね、確かに楽しそうですね、うん、それもそうそうそう、なんかそれもちょっと横道それで書いちゃったりとか、ね、確かに、ね、そしたら八幡寺はいけるかもしれない、八幡寺いけるかもしれない、塩と砂糖でね、4万字ずつで、はい、いいかもしれません頑張ろうと思います。いやいいですね、こうどうですか入学をしたというのは、うん、あれですね、沖さんは小学校の受験をされてるんですよ ね、 そ う、 だね、はい、だそういうのもあります。どうですか、そういう時って覚えてます？確かにどんな受験したかなみたいな、結構ぼんやりと覚えていて、うん、はい、私が一番得意だったのは、うん、お箸でこう小豆を移す試験があるんだ。試験が聞いたことある私も練習してた記憶ある。うわそれ聞いたことあるわ、できるんだ、得意でした。そうか、小学受験ね。いや僕もした実はしたことあって。あ私もしました。はい、はい、皆さんここはしてるんですね、はい、意外ですね。してます。はい、なんでどんな試験ありました？全然覚えてない40何年前で覚えてないね、全く覚えてない。小豆移してましたか？いや小豆移してなかったね。なんか、うん、そう2つ受けたんですけど、うん、1つはねあの泣いちゃって怒ったっていう、あらら、1つはでもピリピリした緊張感だと小さい子だとよりね、ありますね、ドキドキしちゃいますよね。あでもね、うん、そういうのもあります。いいですね、こういうねフレッシュな感じの空気を味わわせました、はい、いやでもね入学おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ来年が卒業ですね。実際、まあ、はい、4年生の卒業は今年ですけども、はい、今年も卒業して、学生としてはそうですね、大学院生としては来年卒業ですね、あと1年間よろしくお願いします、はい、ですかね、25年卒ということですね、そうですね、はい、ということでね、まだね今回卒業式かななんて思ってる方もいるかもしれないですけど、違います、あと1年ございますからね、お付き合いください。まあ楽しみね、みっちゃんがこんな見れる楽しみだからねありがとうございます、ミスパイソンだったからね、そうなんですね、はい、ちょっとこれからもたくさん出演しようと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでフレッシュをテーマにしたプレゼンはいかがでしたか、うん、ぜひリスナーの皆さんが感じたフレッシュなことを YouTube のコメント欄や X でハッシュタグ Gup スプラウトをつけて教えてもらえたら嬉しいです。それではアリアナ・グランデで Yes and をお聴きください。
お届けした曲はアリアナグランデでイエス&でした。サイコロトーク。才色兼備を目指す私たちアナウンサーにとって、この先紆余曲折、予定調和だなんてことはあるはずもないのです。サイコロに運命を任せ、出たお題をテーマにトークしていきましょう。ではゆりこちゃん、今夜のお題を紹介してください。はい、私のキャッチフレーズの話、フレバナ。私の一番古い記憶、フルバナ。私が卒業したいこと、卒バナ。私の好きなキャラクター、キャラバナ。私と部活、カツバナ。はい、そしてあたりは、うん、私たちのサイン入りツーショットチェキをリスナーさんにプレゼント。それではゆりこちゃん、サイコロをお願いします。はい、行きますよ。なんだ、おっと、何が出るかなと、当たりました。すごい、やった。はい、というわけで当たりでございますが、うん、好きな話をしていいんですけども、うんうん、まず X のポストでですね、2人のツーショットチェキをあのサイン入りで、あのこちら当たりますので、すごいですね、2月に続いて連続ですね、うんうん、はい、3月も皆さんね、どしどしご応募いただければと思います、はい、フレッシュなね、そうです、はい、2人がゆりこちゃんもね、あ、私ももちろん、だから入学したばかりだからそうですね、4月から入学するフレッシュな2人がお届けしてますんで、はい、よろしくお願いします。フレッシュなチェキをね、当ててくださいね。はい、はい、ということで好きなお話していいですけども、うん、はい、何の話しますか。私は私が卒業したいことで、お、いいですね、はい、卒バナでお願いします。お願いします。はい、どうぞ。え、私はお風呂に入った後の夜更かしをやめたいんで。あ、わかる。なるほどね、はいはい、せっかくこうお風呂に入って、うん、あとはもう寝るだけなのに、本当だよね、ついついこうスマホを見てしまったり、うん、おしゃべりを母としてしまったり、ね、はい、お母さんと仲いいね。はい、仲良しです。夜更かしって何時ぐらいまで。結構早起きなのに、そうだよね、深夜2時とかまで、起きちゃうんですよ。夜がたい、もしかして。いや、朝の方がやっぱり強いんだ。強いんですけど、すごい、ね、でも夜まで、夜まで、あの、あるスプラウトメンバーさん、ショートスリーパーで、そうだ、ね、短いって方も中にいましたが、うん、そういうわけではない。全然そういうわけではなくて、もういくらでも寝れます。なるほどね。じゃあフラフラしちゃうね、ちょっとね。そうだね、うん、じゃあちょっとね、やっぱりこれから大事な時期ですんで、うん、睡眠をよくとってね、よくとって、なるべくね、体調管理、そうだからね、あの、眠れなくても、うん、目つぶってるだけでも、ね、睡眠と同じ効果があるなんて、まあ、なんか疲れるんですよね。なんか疲れ取れるっていうから、うん、もしね、ちょっと眠れなかったらそういうこともあるかもしれない、うん、あの、こうやってこれ実はですね、はい、G-UP スプラウトこうね、やってますと、はい、やっぱりね、終わった後で寝つきいいですか、悪いですか、どうですか。悪いです。悪いですよね。なんか興奮してて、そうなんです、アドレナリンじゃないけど、なんか出てね、あるから、その時ワクワクしますね。ですよね、だそういう時もありますから、す、目をつぶってね、はい、ゆっくりと休んでください。やってみます。ありがとうございます。はい、じゃあ続いてみっちゃんいきますか。はい、よろしくお願いします。はい、みっちゃんのサイコロ、なんだ、待ってくださいね。おっと、なんだろうな、出ました。なんでしょうか。お、私の説明書でございます。節バナでございます。節バナ、はい、はい、何でしょうか。私、気合を入れる時がある、うん、気合を入れる時ってあると思うんですけど、 ね、その時は必ず一つ結びをするようにしています。へ、はい、じゃあ今日気合入ってないで、ね、後ろで一つにちょっと、まあ、ハーフアップもありでお願いします。はい、あの、いいですね、はい、はい、私は弓道部に入っていたこともありますし、うん、ね、うん、まあ、高校の校則がちょっとだけ厳しかったこともあって、うん、一つ結びをすることが多かったんですね。なので一つ結びをして勉強する時間が多かったせいか、うん、なんか気合が入らないんですよ、髪を下ろしてると。へ、ちょっと気になっちゃったり触っちゃったりするので、確かに、もう真剣に勉強したいとか、ちょっと気合を入れてここは挑みたいっていう時は必ず一つ結びをするようにしています。うん、そうなんだね、はい、いや、いいですね。そんなかジンクスがあったりします。そんな、はい、なんか気持ち的なものだとは思うんですけど、一つ結びをするとなんかうまくいく気がしてきますね。なるほど、どうですか、うん、沖さんもなんかこういうジンクスあります。ジンクス、そうですね、靴は右から履くみたいなさ、そういうジンクスでもなんでもいいよ。私はそうですね、気合入れたいときは、うん、必ず母に、あの、朝に卵焼きを作ってます。すごい、それは甘いの、しょっぱいの。しょっぱいの。わーいねー。
で母のオリジナルなので、うん、シラスが入ってるんです。美味しそう、美味しそうだね、和風だね。和風なんです、ね、おきけ特製の、うん、いいな、シラスの食べたたまごき食べたいな。たまごきってなんかお家の独特の味だからこそ美味しいですよ ね、 ね、 いいですね。どうですか、あの博多のね、あの九州出身ですから、はい、あの卵焼きに高菜入れたりとか明太子入れたりとかしますって思うじゃないですか。思う思う、私の母東京出身なので。そうだった。そうなんです、そうだ、ちゃんと蜂蜜入りの甘い卵焼きです。ピカヨママは確かにそうだった。そうなんです、東京なので。なるほどね、はい、でもあの九州の地方だと醤油が甘いなんて言いますけどね。そうですね、やっぱそうですか。はい、すごく甘いので、私も上京してからお醤油を使うときは、うん、あの甘い醤油をわざわざ買いに行って使うようにしてます。うん、へえ、あ、そうなんですね。あんまりないんですけど。ないですよね。はい、やっぱじゃあ地元で買って。はい、甘くないと醤油じゃないと思っております。そうですか。いいですね、甘党で。はい、甘党なんです。甘党でということでね。はい、いやね、いろんな話聞けて面白かったですね。うん、はい。ではリスナーの皆さんに私たちの新たな一面が知っていただけたら嬉しいです。それではゆりこちゃん、曲紹介をお願いします。はい、桜坂46で夏の坂道をお聴きください。私、沖ゆり子が選曲しました桜坂46で夏の近道でした。Gアップウェザー、アナウンサーのスキルアップのため気象の知識を広げましょう、はい、そこで今夜は久保さん、沖さんへ早押し3択クイズを1問出題いたします。正解できなかった方には罰ゲームとしてリスナーの皆さんへモノマネを披露していただきます。それでは久保さん、沖さん、準備はよろしいですか。はい、はい、今年、はい、関東では春一番が2月15日でございました、うん、はい、この春一番というのは
ご存知ですかね、はいはい、立春から秋分までですね、秋分までの間に広く範囲で、広い範囲で初めて吹く暖くてやや強い南風を、はい、そうです、気象庁で定義されているという、はい、ことはご存知でございますね、もちろんね、はい、アナウンサーとしてですから、そうですね、はい、もちろん知っていると思うんです、はい、ではクイズでございます、はい、気象庁が春一番を発表するきっかけになったものは何でしょうか、きっかけ、はい、きっかけ、今から3つ言いますので、はい、正しいものを一つ当ててください、はい、あ、知らないぞ、知らないな、はい、1番、1番漫才、漫才、漫才、2番モノマネ、モノマネ、3番ヒット曲、1番漫才、2番モノマネ、さ、おっと早かったのは久保光代さん、ヒット曲、ヒット曲3番、はい、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、おお、正解でございます正解は3番のヒット曲、はい、こちら何の曲ですか、はい、キャンディーズの名曲春一番、そのままなんですね、はい、それがきっかけとなりました、これがですね1976年1月のヒット曲、うんうん、この春一番、はい、この曲がヒットしてから気象庁へ春一番の問い合わせが多くなり、そこから気象庁がですね調べまして過去の記録を遡りですね春一番の定義を決めたそうです、そして発表することになったということで、うん、実は、約48年前ですね、あ、今流れております、48年前、意外とでも最近ってことですよ ね、はい、すね、ちなみに言うとパイさんと同じ年です、ね、私も76年生まれですから春一番と同じ年、はい、春一番とね一番と同じ年なんですけども、うん、春一番と、私この曲知ってました、私も知ってましたが、はい、紅白でやってた、そうだよね、はいはいはい、そうなんです、これはね名曲でございますね、悔しいです、もうすぐ春ということでね、はい、こういうこともあるということでございます、はい、実はねこの気象といえば実は、はい、あのこのねジアップスプラートの出身である田崎さくらさんが、うん、ズムサタの4月からお天気キャスターということで、はい、あのこちらのやっていただくと、うん、なってるということでね、ちょっとね、嬉しいお知らせではあるんですけども、うん、やっぱそう気になるのはやっぱね、やっぱ谷尻萌えさんも出てもらいましたから、土曜日といえばちょっとね気になるなという、はい、ところであるんですけども、はい、これはねチャンネル交互に見るしかないですね、そうです、そうですね、ね、1分おきに、はい、両方見てちょこ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 変えましょう、変えながら、ね、30秒ごとでもいいですから、そうですね、田崎さん見て、谷尻さん見て、はい、ずっとこうやっておけば交互に見ればね、もう幸せになります、見逃しなく、見逃しなくね、はい、見られると思います、思いますけども、はい、やっぱどうですかこのお天気キャスターみたいな、こうやってみたいですか、うんうん、お二人は、やりたいですね、なんかあの僕あの尾形アンナさんとかね、うん、今ねあの名古屋にいる、はい、あのなんかやってるじゃないですか、はい、結構お天気キャスターやってんなとか思いながら、ここマイクのマイクね、はい、すごく可愛いですね、あのねイヤモニっていうんですかね、はい、あのマイクつけながら、はい、ありましたけども、どうですかこんなお天気お姉さんやりたいなってあります、なんかあのモフモフつけたいです私、ああマイク、まあ、風よけっていうのは分かってるんですけど、はい、可愛いなって思います、ね、あれはやっぱねセントフォースの大先輩、うん、海藤愛子さんじゃないと似合わないよ、そうですかねだってもうあの何もつけてないのに普通の写真見ても、うんうん、あのこの右横にピンクのモフモフがあるように見えるよ、もう普段から幻覚で見えるよ、海藤さん見てると私たちもそうなる、それくらいねビッグにならないと、ビッグにもちろんですよ、もう、ね、大きく成長しないといけないですね、海藤さんね目指していただきたいなと、はい、もうあんな可愛らしい人いないですよって、僕会ったことないですけどね、そう会ったことないです一度も会ったことないですけども、そうなんですね、はい、まあね、それはねどっかで会える時が来ればいいなと思っておりますが、はい、なんかね忘れてるんですよ、あれ、初出演だし、ね、なんか聞きたいことあるの、そうだそう確か正解した久保さんは、うん、あれですよ、良かったですね、うん、よかったです、正解できなかったあの申し訳ないんですけども大木さん、はい、初出演の洗礼としてですね、はい、受けていただかないといけないです ね、 これね罰ゲームとしてモノマネを披露していただきたいんですが、はい、楽しみ、まず何のモノマネをこちら披露していただけますか、ジャイアンでお願いします、ジャイアン、これドラえもんのジャイアンですね、ドラえもんのジャイアンで す、 ですね、じゃあこのカメラ2に向かってですね、はい、思いっきりモノマネお願いします、それでは沖ゆり子さんでジャイアンのモノマネをどうぞ、おい伸びた
野球しようぜ。あ、なんか低音似てる。できますか？できてますか？いや、それすごい似てるわ。なんか低音がうまい。すごい、意外と低音出るんですね。うん、ありがとうございます。さっきね、あの来てましたよ、あのこのねチャットのメッセージ、うん、YouTube ライブチャットメッセージね、声がねすごい綺麗とか落ち着いてるっていうの来てました。本当にいいです。あの、はい、誰ですかね。あ、そうそう、ケンジさん、元気が良いですね、リコさんということでね。アナウンサーの電話かけてくださいねという来ております。うんうん、ちょっと声が可愛いですねっていうのもね来ておりますね。本当に通ってますよね。はい、嬉しいね。いいですよね。うん、そうそうそう。あ、哲也さんもね、あの初めては落ち着きね。落ち着いてびっくりですと、来ております。嬉しいですね。メッセージ対応ありがとうございますって来ております、ね、ありがとうございます。三千代さんのモノマネも見たかった。大丈夫です。見たかった。過去にたくさん残っておりますのでアーカイブをご覧ください。あ、本当、はい、アーカイブご覧ください、ね、ちなみに何のモノマネやろうとしたの？え、ちょっとゆり子ちゃんのモノマネしようかなと思って。見たかったです。見たかったね。ちょっと残念だね、はい、まあ、また次回、次回ね、はい、そうだね、次回ということでございます。はい、それではね、沖さんね、久保さん、うん、これでクイズでですね、気象について、ね、はい、深く理解できましたよね。はい、はい、それでは次回の G アップウェザーもお楽しみに。お楽しみに。もう終わりに、エンディングに近づいてしまいましたね。早いです。早い、ね、本当にあっという間だね今日。ゆりこちゃん初出演いかがでしたか？最初はもうドキドキしていたんですけど、うん、もう温かく見守ってくださる方や三代さん、パイソンさんの進行のおかげで、もうあっという間に終わってしまいました。寂しいです。本当ですか？寂しいですか？じゃあ今日残ってていいですよ。延長一人居残り、一人居残り、なこしさんも帰っちゃうかもしれないですけど、そんなことはないですけど、どうしよう、そんなことはないですけど、うん、いやでもね、初出演と思えないぐらい落ち着きがあります。ありがとうございます、ね、声が聞きやすいでございますよ、ね、嬉しいです。もう綺麗、やっぱね、カレッジに通われてる方みんなね、うんうん、みっちゃんもそうですけど、はい、やっぱね通る声というか、あの聞きやすいですね。出し方みたいなのを勉強できますからね。いいですね、うん、やっぱりこう背筋を伸ばしてね、はい、こうやってるっていうのもあるし、弓道やってるとね背筋良くなりますからね。そうですね、自然と大事だよね。いや、だからそういうところもね、うん、共通点もありますし、うん、やっぱそういうところ出てるんじゃないかなと思いますけどね。まだね、あの沖さんの魅力、うん、これからね、いろいろと出てくると思いますん で、ぜひね、楽しみにしていただければなと思います。はい、お願いします。はい、でもみっちゃんもね、はい、あと1年ありますから。まだいますので。このね、みっちゃんがこれからでどんな魅力をやるのかなというところもありますけども、はい、ただ番組もまだ続くか分かんないですからね。いやいや、続きます。いや、それはちょっとどうか分からないので、いい、まあ、はい、続いては来年もね、卒業会があればいいなとね。いや、みっちゃんの卒業会何しようかなって今から楽しみでございますよね。楽しみです。パイソンさんのメッセージ期待しております。期待してますか。すごいプレッシャーが。プレッシャーがね。もうね、全然大丈夫です。私の卒業証書渡しますから。ありがとう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、ゆりこちゃん、そろそろお別れの時間ですね。はい、皆さん、この番組には公式 X があります、はい。私たちもポストしています。ぜひフォローしてくださいね。ここ。はい、ここで G アップスプラウトからお知らせです、はい、私たちと一緒にコラボレーションや番組を盛り上げてくれる企業やお店を募集しています。詳しくはメールアドレス fm841@fm-sarus.jp fm841@fm-sarus.jp 皆様からのご応募をお待ちしております。はい、お待ちしております。この後もね、おまけコーナーがありますの で、ぜひ全員ね、楽しみにしていただきたいと思います。メッセージ来ております。花ピーさん、はい、セントのあの気象予報士さん生で見たけど可愛かったっていうことで、誰なんですかね、生で見たね。あの気象予報士さん、あ、うん、予報士さんってこと、あ、そうか、村上夏美さんかな、そうです ね、なっちゃんね、はい、2人出演しましたねって、確かにそうですね、ケンジさんね、いや、いろいろね、クリームラブさんですね、今月のGアップスプラウトは卒業会いつで収録になりますかって、これおまけコーナーで言いましょうかね。そうですね、はい、卒業ね、それは言いましょう、はい、いや、ケンジさん、みっちゃんのモノマネ楽しみですねということで、モノマネかってね、あ、番組ついてもらえないと困ると、はい、困ります、ね、私のモノマネもまだまだ続きます。そうですね、いや、まだほら、あと5代目のね、ミスパイソンとしての出演が、はい、そうです、ね、数多く出演してもらえないと困るからね、本当にそこはよろしくお願いします、ね、そこはよろしくお願いします。これからの、ね、お二人の活躍楽しみにしております、うん、ゆりこちゃんもね、はい、ありがとうございます。今夜のお相手は久保光代と沖ゆり子でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。
この番組はチャンネル銀河 MTV ネイルミュージアム他の提供でお送りしました。改めまして皆さんこんばんは、久保光代と沖ゆり子です。おまけコーナーが始まりました。いや、ゆり子ちゃんお疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。疲れてないね。全然もうアドレナリンがもうドバドバと出ています。ね、今日は夜眠れないかもしれないですね。なるほどね、眠れないですよね。もういやでもすごいですね。沖さんは、はい、ゆり子ちゃんって呼ばれることですよ。あだ名ってなんか確かにあります。ゆり子ちゃんは結構いじりにくい名前なので、うん、ゆり子ちゃんが多いんですけど、うん、こう仲良しの子はゆりちゃんとか呼ばれてますね。嬉しいです。あのコメントでもリスナーさんのメッセージからも、うん、ゆりちゃんね、はい、そうだよね、うん、ゆりちゃん応援団ね、はい、来てくれました。いやそうだよね、やっぱ仲いいとね、ゆりちゃんって言っていただくということでございます。私もゆりちゃんって呼ぼうかな。嬉しい。そうね、そうしていただければめっちゃゆりちゃんで行きましょう。とても素敵でございますね。まあちょっとね、番組のさっきちょっと質問ありましたクリームラブさんのね、今月ジャパスの卒業会いつで、収録会いつのご覧になりますか。収録会はね30日でしたかね。ちょっと今カレンダーはごめんなさい、私がパッて出てこないんであれですけども、29、30、そうですね、28、29、土曜日は何日でしたっけ。土曜日ですね、はい、土曜日を見てみましょうか。いやそこに30日ですね、30日が収録会になりますので生放送ございません。はい、はい、その収録会以外は全員卒業会ですね。あと3人います。3人いますね。楽しみですね。楽しみです。はい、3人いますんでね、誰がどうなのかちょっと僕忘れちゃいましたけども、あれ、でも来週はあの方だと思いますよ。あの方、あの方、楽しみです。楽しみです。あのビリアナの方だと思いますよ。確かビリアナ、ビリアナ、あのそのゴルフ部の方だと思います。ああなるほど、あれ違ったかな、違ったらごめんなさい。まあでも順々にね、来ますからね。順々に来ます、なんとね、だから僕は卒業会の準備をしなくちゃいけないと、ね、そうです。大変ですよパイソンさん。大変ですね、一人一人卒業証書の文章が違うから、それも楽しみではあるんですけど、ハイソンさんとしては、ね、ちょっと大変、ね、印刷屋さんに持ってあの証書を印刷してますから、ね、すごいですよね、あのクオリティ、ありがとうございます。ミスパイソンも嬉しかったです。そうですね、はい、いやミスパイソンになって嬉しいです。ありがとうございます。インスタグラムもちゃんと書いてくれたからね。書きました。ぜひインスタグラムをチェックしてみてください、ということでどうですか沖さんも、あの最後になっちゃいますけども、こうなんか今日の出演の感想とかちょっと聞かせてもらってますか。今日は本当にそうですね、いろんなコーナーがあって、マイプレゼンテーションは本当にうまくしゃべれてるかドキドキだったんですけど、すごかったよ、すごいお話広げてくださったり、私も三代さんみたいに、みっちゃんみたいにミスパイソン目指したいです。6代目はい、6代目をちょっと、そうだね、次あの全然考えてないですよ、 誰かと全く。でもこれからの頑張りで、はい、頑張りで認めてもらいたいです。あのすみません、全員認めてますよ。もちろんもちろんもちろん、あの優劣で決めてるわけですかね。そうなんです、ミスパイソンってあの全然あの僕のお気に入りとかそういうことでもないんですよ、ね、そうでもないんです。全然そういうのないですからね、はい、あのミスパイソン目指していただけるんだったらね、はい、頑張ってください、はい、本当に、ね、がると思うから、はい、頑張ります。楽しみですね。いや楽しみですね、まあ、今年は、新しい方も入所した方も多いです。とても、本当ですね、たくさんいらっしゃいますからね。ありがたいことにね、入所前に会わせていただける方も何人かいますので、あのいろいろねお話もさせていただいてますけども、はい、緊張せずにね、こうやって G アップが挑めるので、それもいいですよね。そうです、なんでね、いろいろと実はね沖さんはね、その前にちょっとお会いさせていただいて、実はね会ってね話しながらね、はい、あのいろんな話をね、みっちゃんの話もしました、あら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 、みっちゃんの話ね、もう大丈夫かな、もうコミュニケーションの天才だから大丈夫ですよと言ってありましたのでね、うちは寄ってなかった、寄ってなかったです、はい、よかったです、はいね、じゃあということで締めましょうか、はいはい、ではお別れの時間です。皆さんさようなら、さようなら。